いやー、前回の動画、日本の航空会社までもが韓国路線を削減し台湾を増やしたっていう話、予想以上の反響で驚きました。私も今年の冬眠はやめて台湾旅行行っちゃおうかな。そんなほのぼのとしたお話をご紹介した前回でしたが、今回はお隣韓国、どうやら米軍基地内で一悶着あったようです。こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。以前からこのチャンネルでも在韓米軍は撤退もあり得るって言ってたけど、これってもしかしてその第一歩？在韓米軍、韓国の労働者の大量解雇通知。8月28日付、競合新聞はこのようなタイトルで現状をリポートしています。韓国に大幅増額された防衛費分担金を受けた米国が、一方では在韓米軍基地で勤務する韓国人労働者を大量解雇している。先月30日、中韓米軍は兵士のレストラン所属韓国人労働者74人を来月末まで人員削減し、来年10月までに200人余りの勤務時間を減らすと労組に通知した。また、関係者全体を派遣会社である亜社の非正規職に転換するとした。現在、全国の在韓米軍基地の軍人の食堂で働く韓国人労働者は300人で、事実上これらの全体が削減や勤務時間の削減対象になる。延長勤務による低い手当の基本給を補充してきたので、勤務時間の削減により実質給与が大幅に減少することが予想される。労組によると、労働組合と中韓米軍が結んだ団体協約には、人員削減の要因が発生したとき6ヶ月前に通知するようになっているが、在韓米軍はこれさえ守らなかった。労組側は労働者を他の地域の基地に配置して事実上退職を進めようという動きもあると主張した。しかし地位協定 SOFA 上、韓国人労働者は労働三権も保障されず、在韓米軍が勤労基準法に違反しても制裁する手段がない。団体行動の参加時に労働者の労働組合の解散が可能である。現在在韓米軍韓国人労働者の賃金の 88% は韓国が負担で、残りの 12% は米国政府が負担しなければならない。しかし在韓米軍が直接雇用で下請けに切り替える場合、韓国人労働者の賃金を米国政府が全く負担せず、韓国が 100% 支給することができるようになる。労組はこれを悪用すると、在韓米軍基地の韓国人の正規職労働者3000人が下請け業者の非正規職に転換されるだろうと憂慮した。労組はこの日、平沢中韓米軍基地前で人員削減と下請け移行計画の撤回を求める決議大会を開いた。いやー、在韓米軍内でこのような動きがあったとは本当に驚いたよ。すでにソウルの米軍基地は南の平沢に移転。そして注目すべき点は、今回この労組が決議大会を開いたのはその平沢基地だということなんです。つまりソウルからの撤退後、移転先の平沢基地まで縮小しようという動きがあるんです。あまり知られていませんが、この15年ほどで在韓米軍が撤退もしくは閉鎖した韓国国内の基地は10以上。同盟国でかつ朝鮮戦争が終わってない中でのこの数は異常な数です。現在在韓米軍は陸軍と空軍を中心に約2万8000人が駐留していると言われています。
北朝鮮だけでなく中国の影響や南下を阻止してきた米軍が削減されればレッドチーム入りは避けられない状況。果たして米軍が完全撤退するときどのような撤退になるのでしょうか。まさか、まさかとは思うけども、施設を爆撃してなんて最悪のパターンにはならないよね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。